よいちょ。やばい、めっちゃ落ちそうなとこでライブをやっております。実は結構ここ危ない場所にいるっていう。よいちょ。こんにちは。エチケット。めっちゃ暗いでしょ。お風呂上がり、いや、お風呂上がりの作業中です。たやなちゃん久しぶりだ。やっほー。おっとっとっと、みんな元気してるかい。おばあちゃんみたいになるけど。なんで暗いの？今部屋の電気ここしかつけてなくて、ここにしちゃうと顔がちょっと白飛びしちゃうからかな。今ね、裁縫セットでね、このお布団を塗ってるんですよ。実はここでお布団を今ね、ちょっと縫い縫い作業中。なんか、なんでお布団塗ってるのって聞かれるけど、気に入らなかったから塗ってるんです。綺麗に気に入らなかったからお布団を塗ってるっていう。お、やっほい。メルちゃんだ。イエーイ。今日は皆さんコラボ企画でございます。やーい。やっほー。やっほー。なんでそんな暗いの？待って、なんでそんな暗いのよ。ちょっと明るくするね。今さ、部屋がさ、うん、何すか、メガネ、私もメガネした。部屋が今、部屋がね、あれなんですよ。ここしか、光もなくて。あ、そうなの？そう。え、かわいい、フルト。え、これよくしてない？してる。だよね。え、待って、メガネ一緒じゃない？え、そう、だから今、お揃いにしたの。やば。え、絶対それすっぴんじゃないでしょ。すっぴんです。絶対すっぴんじゃない。全部触ります。やば。自分も絶対すっぴんじゃない。めっちゃ肌の治安いいね。そう、肌はね、お風呂上がってきたもん。久しぶり。ね、久しぶりだね。お疲れちゃん。お疲れちゃん。人参って皮むいた方がいいですかっていう質問が来てます。え、何？人参って皮むいた方がいい。皮むかないと食べれないですね。皮むかないと。ちょっと何、ちょっと一人だけフィルターつけて可愛くなっちゃった。ちょっとさ、すっぴんだからやばい。しかもなんか今日目腫れててさ。うん。わかんない。見て。赤い。え、なんか薄い。あ、すごい。え、じゃあ、いっぱいフィルター持ってるね。私ね、いつもね、ストーリー見ながら保存してるもん。あ、ほんと？え、じゃあ、うちいっぱい出すね。え、いっぱい、今できへんと。今できないね。何それ、私も欲しい。何せ楽しそう。いや、あげちゃう。あげちゃう、あげちゃう。いっぱい出しといて。え？いっぱい出しといて。いっぱい出しちゃう。え、最近どう？元気してる？ちゃんと。元気してるよ。でも、家の中にいすぎてもう疲れたよ。マジ？うん。投げキッスして。メルちゃんへの投げキッス。なんかめっちゃ久しぶりじゃないでも。だよ。しかも、言うとうちら一回しか会ったことないっていうね。そうだよ。めっちゃ慣れ慣れしいけど。それな。じゃあ、今日の企画を発表します。え、企画とかあるんですか？ちょっとドキドキ、 YouTuber みたい。ドキドキしてきちゃった。いや、大した企画じゃないけど、別に。あれあれ、フォロワーさんに聞く質問コーナーということで、うん、皆さん、メルちゃんと私にある質問を下の質問ボックスにぜひお書きください。なんか可愛いの何？応援しとこうかな。え、てか、多分みんな、みんな知らないよ、メルちゃんのすごさを。ちょっと自己紹介してください。あ、 HKT48 の私はメルです。よろしくお願いします。じゃあ、上の方も自己紹介お願いします。私はただの YouTuber だから。すごいよ、私のね、メンバーみんなね、めっちゃ見てるよ。え、てかね、うん、何ちゃんだっけ、昨日 DM 来たんで。あ、今日だっけ、昨日。誰？名前忘れちゃった。焦っちゃった。ね、ちょっと頭で外に見えない、このフィルター。めっちゃ見える。え、てか、待って、何そのピン。え、私さ、え、
自分の前髪をね切ろうと挑戦したのね、うん、そしたらめっちゃ失敗して、もうこれピン取ったらここら辺なの前髪が。え、やってみて。やだよ、絶対やだ。でなんかさ、それさ、うん、一回エフェクトかなんかかと思ってさ、雲のエフェクトかなんかかなと思ってさ、うん、あ、最近流行ってるね。かわいい。だから頭良さそうだとかした。めっちゃ頭良さそうね。ガリレオって来てます。はい、じゃあ私が質問を。そう、質問読んで。ででではい、どうぞ。今日は何をしてたんですか。今日は何してたっけ。あ、あのリモートでラジオ収録した今日。え、何それ、オンラインってこと。そう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 、テレビ電話っていうか、あの電話でラジオ収録して、うん、お、今日なんかたまたま仕事してた。いつも仕事もうニートです最近は。やめてください、あなた。アイドルがニートなんてやめなさい。だってさ、密でしかないから、うちらの仕事は。そうだよね、そうだよね。そうそう。今 HKT のメンバーって何人いるんだっけ。50何人いるんだろう。54とかめっちゃいるよ。やっぱ 2クラス3クラス分ぐらいいるじゃん。うん、そうだね、確かに1学年分ぐらいはいる。やば、やばくない。やばい。何してたの。 私はね、今日ね、あのアップルストアに行ってきました。なんかストーリー書いてたっけ。ね、あげた。今日はアップルストアにお買い物に、ね、なんかね、もうオーストラリアは来週から全部開いちゃう、あのお店も。そうだよね。てかみんなさ、私の方の人はさ、ずっと知らないから、え、日本にいるのに今アップルストア行くなんてって思ったかもしれないけど、この子オーストラリアだからね。ありがとうございます、カバーを。うん、絶対今さ、知らない人はさ、えって思ったかもしれない。すごいよね、でオーストラリア暑いよね。そうなんです。あ、いや違う、最近冬になってきてる。怖い、全然違うじゃん、怖。そうだよ、ね、じゃあ次。はい、ドゥ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 ン、ポン。ん、身長いくつですか。163ぐらい。え、同じぐらいだっけ。え、じゃあその話したよね、前会った時に。え、違うよ、メルちゃんの方が高かったんだよ。嘘だ、ほんとほんと。でも私は身長165。え、私より高いって絶対。それは私165もないもん。じゃあ、この間ヒール履いてた。だって私の方がちっちゃかったから、えーってなったもん。その時私ヒール履いてたのかな。メルちゃんの私服はね、どんな感じだっけな、なんか、うん、あ、でも全然なんかほら、あのよくさ、あのアイドルがさ、ちょっとわざとさ、人気者ぶる時ない、あのキャップかぶってさ、パーカーかぶってさ、みたいな、マスクつけてさ、みたいな。メルちゃんは全然そんなことなくて、もう来る時から、おらやべえって感じ。なんか、あの、来た瞬間にもう分かる。秒で分かる。歩いてて秒で分かります。お互い喋るからうるせえ。すいませんでした。あ、おかしい。もう面白い。本当に。だから皆さん、よくメルちゃんを見つけられます、多分。本当に。そのままで歩いてる。声かけられるっしょ。誰、私。うん、顔がもうだって顔で自己紹介してるもんね。何、何、待って待って待って、顔で自己紹介ってどういうこと。顔で自己紹介してる、顔にラーって書いてある。どういうこと。私がもう顔が好きで一方的にフォローしたら気づいてくれて、で会ったんだよね。え、違うよ、私がなんか、なんかすごい人にフォローされてると思って見に行ったら、うん、待って、うん、みたいな、メルちゃんじゃんってなって、そうなんだ、滅ぼした。滅ぼしたっていうか、普通になんか、うちからでも声かけたくない、遊びませんかみたいな。私だよ、私だよ。何この譲り合い。あ、そうだっけ、私だっけ。え、誰そう、私がさ、あの、なんか、あの、よかったら会いましょう、みたいな。福岡にいるので会いましょう、みたいな。あ、じゃやっぱ、メルちゃんから私に告白的な感じね。そうそう、そうそう、告白した。なるほど、なるほど。大丈夫、OK したんで、私、OK。うん、最高。最高。なんか会ってくれるんだと思って、なんか嬉しかったの、めっちゃ。待って待って待って、メルちゃんファンからしたら、なんだよこの上の人って、かお前誰だよってなってるって絶対。いや、顔ランが高すぎてみんな思わない、うちらのメルちゃんに。え、なんかファンネームないの。ないのよ、作ったことない。なんだろう。考えてる。
ずっと身長いくつですかってもう書いてあるけど。あ、ごめんごめん。ちょっと私がトロトロしてっからね。はい。大丈夫。ででんでんでん。ポン。好きなコスメは。好きなコスメ。なんかそんなにね、女子、YouTuber どんな感じ ?YouTuber は。え、私、うん、?YouTuber 的最近の流行りのコスメ。最近の流行りのコスメはですね、あ、さっきね、あの、コラボする直前につけたリップクリームなんですけど、うん、ディオールのリップティント。え、どこの？ディオール、ディオール。ディオール？ああ、あの、え、ピンクのやつ？唐辛子入ってますやつ、うん、有名なやつだよね。うん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 。じゃあ、メルちゃんの一押しのコスメ。私の一押しのコスメ。マジでわからへん。あ、でもなんか、あの、最近、あの、暑くなってきて、日本は暑くなってきて、紫外線が気になるので、これ買いました。なんだこれ。美容系 YouTuber さんぽく。はい、はい。はい、ありがとう。はい、メルチャンネルです。今回のおすすめ商品はですね、エリクシールのルフレブラウンシングおしろいミルク朝用乳液で、これ SPF が50プラスでですね、 PA プラス4っていうのプラス4なんですごい最強日焼け止めプラス乳液みたいな感じで、日焼け止めだけど肌荒れしないっていう感じでやらせていただいております。しかもなんかちょっとテクスチャーもいい感じで、毛がうざい、毛がサラサラとサラサラとしておりまして、あの一応なんか肌色になってるのでくすみもカバーしますよみたいな感じでやらせていただいておりましても、最高でございます。はい、どうでしょうか皆さん。、はい、どうでしょうかって何、あのぜひお買い求めくださいじゃなくて、どうでしょうか。あ、これあのコラボとかじゃないです、あの提供ではないんですけど、おすすめなんでぜひ。あ、 YouTube 始めたらって、これで始めたら見てくれる、逆に。見てくれるのか。え、だからどう、大丈夫だった、なんかめっちゃ動画消えたって出てたじゃん。あ、そう、消えたの、お前死ぬ、ね、てか、え、ガチでさ、号泣してたの、あの後。泣いたの？かわいい。え、マジで絶対思ってんね。思ってるわ。なんだよ、それ。泣いたの？慰めてあげる。やば。お、メルちゃんの声好きって。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。超嬉しい。二人の出会い場はさっきお話ししました。お、簡潔に言ってみ、簡潔に。あ、見て、空港でメルちゃんと会った時そのまま過ぎて少し震えました。あら、ありがとうございます。このままで生きております、すいません。え、結構そのまんまだよね、私服も。そうなんだよね、もうあの目立つよね、結構。いや、目立たないのよ、それが。いや、目立ってる、目立ってる。え、言われないの、マネージャーさんに。もっとあの、ちゃんとほら、あの、キャップかぶって、ジャージ着ろよって。変装してってこと？うん。言われない、言われない。本当にバレないもん。だ、普通にやるっていうか、マジでバレない。嘘。うん。てか、あの、一番バレるのは声。あの、声がでかいから、声でバレて、なんか、え、メルちゃんの声がするみたいな感じでバレることあっても、マジで顔でバレん。マジ？うん、てかそれ後ろどうなってんの、壁紙。壁貼ってんね、これ。ここだけ貼ってんの。かわいい、それ。かわいいでしょ。うん、海外のなんか注文するやつで買った。かわいい、かわいい。壁を貼っておしゃれにしてんだけど、なんかそんなに幅がないのね。だからなんか途中で切れてんだけど、それを配信とかで映しちゃうから、うん、あんまりかわいくないっていう、それだけ。皆さんもぜひメルちゃんと同じ壁紙にしてみてはいかがでしょうか。どうでしょうか。あ、これも提供ではありませんけど。どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。元気だな。何撮ってるの？なんか筋トレ撮ってたよね。撮った撮った。きつかった？え？きつかった？きつい。今筋肉痛、普通に。え、なんかちょっと普段からいつもやってますけどみたいな雰囲気で、今日はですねみたいな感じで撮ってるけど、実際にはそんなことない。あの、久しぶりにしてめっちゃ足腰痛い。いいな、私も YouTube やってみたいわ。すごいね。しよう、マジで。したい。しようって。しようは面白すぎる。ほら。あ、表参道でラーナちゃんがいて声かけるか迷ったって。うちでも、
表参道は1回しか行ってないまだ。その1回だった奇跡じゃん。本当じゃん。ね。福岡はいつ帰ってくるの？いやコロナが落ち着いてたけどさ。そうでも本当は来月帰る予定だったの。あそうなの？マジかよ。いや会いたい。任せろ。ね。てかオーストラリアまで行き。おいでおいでおいで。はい。オーストラリアめっちゃ行きたい。何歳ですか？何歳に見えますか？永遠の十ちゃんちゃい。十三？若くない？永遠の十なんじゃないか。え、何 HKT って何歳で売ってるの？何歳で売ってるってこと？え、何歳キャラで売ってる？何歳キャラ？Y がってこと ？Y が。Y はそのまんまよ。もう。あ、そのままなんだ。え、だってそのまんまよ。そのなんか、なんとかちゃんいですってのはない。待って待って、ちょっと待って待って、ちょっと皆さんにあのサービスちょっと、もう一回やって。なんとかちゃんいですってのはない。もう一回やらされる気持ち。あ、スクショタイムらしい。今日はすっぴんなので。え、何一人だけ漏れ上がって。ちょっと恥ずかしい。もう。今日あれだよね、最初じゃあメイクするかすっぴんでライブするかってなった時にさ、どうするってなってさ、メルちゃんがすっぴんでいくと思ってさ、余裕でブッサイクのボッサボサな髪の毛が来るかと思ったら、めっちゃくちゃちゃんと髪の毛だけ整えてるっていう。そうだってお風呂上がりだもん。あ、そうなんだ。そうそう、とかさっきさ9時からするって言ったからさ、マジえね、35分ぐらいに上がったの。だからやべえと思ってドライヤーバーってして行ったら全然既読つかなくてビビったよね。え、大丈夫。つけた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 。いやあれなんよ、さっき、あてかそうさっきさ布団をさ、うん、塗っててお裁縫で、えここなんか縫い合わせてて、なんか気に食わなくて一回全部外しちゃったんだよね。女性力みたいなアピールしてくるのすごいね。いやさっき、えってかね、聞いて、さっきね、ちょっとやっぱりあの気に入らなくていろいろ縫い直してたんだけど、すごいね。え、私もなんか最近ほんと料理とかなんかほんとダルゴナコーヒーも毎日3食食べてる、うん、やめて、ちょっとやめよう。あれはあの締めのメルなんちゃいです。お、あ、これいい質問。LINE の友達何人いますか？え？ LINE の友達？何人いるんだろう？携帯これかわかんないんだけど。何いるか？大体300とか？え？何勝った？負けた？何？負けた。もっと1000人いるってこと？いや、負けた。うち70人しかいない。少なない？え、少なくないよ。むしろ70人いても全員と会話しないもん。え？何？え？ 70 人いてもさ、全員と会話しなくない？だってメンバーだけで50人いるんだよ、こっち。あ、そっか。そうだよね。そうそう。そうだよね。そうなんだよね。え、じゃあ私の70人の選抜の中に入ってるってことか。え、そうだよ。全然余裕で入ってるよ。超嬉しいんだけど。全然余裕で入ってるよ。あげん。あげん。え、何その、なんで暗いのそんな。ちょっと私も暗くしたい。え、なんで暗くすんの？暗くしたら顔がブサイクに見えるよ。どう？なんかお化けみたい？え、霊感ある方？ない。やめてよ、怖い話とか。なんかね、え、ちょっと面白い話してあげる。聞いて、なんかね、ちょうどこの部屋で模様替えする前だったんだけど、うん、なんか今はなんか窓があるじゃん。で、うん、窓に向けて縦長にベッドを置いてるんだけど、前は窓に沿ってベッドを置いてたの。え、うちじゃん。うちそう。そう。で、窓に沿ってベッドを置いてて、で、はい、普通に窓を後ろ側にしてインスタライブとか結構してたのね、うん、そしたらなんか結構ちょこちょこコメントで、うん、なんか、え、後ろ人影ありますよみたいな。え、マジで無理。 マジ？え、ちょこちょこね。で、私その時気づかなくて、うん、でやっぱほらライブ保存してる時とかたまに見直すじゃん。あ、そしたら
なんかそれ見えて、え、待ってみたいな、怖い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 とか思うじゃん。でまた次の日になんか似てることをまた書いてきて、うん、え、みたいになって、でその後なんかあの自分のプライベートなんかもう知ってる子しかいないアカウントの方でインスタライブしてたら、コラボしてたのその時友達と。そしたらね、友達がいきなり、え、待って今人いるよみたいな後ろになって、え、みたいになるじゃん。でしたらなんか、え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 って私もパニックって、あの別の角度にしたの、あのバックをね、はいはい、後ろの背景を、うん、そしてもう一回戻してみたいな、もう一回見るみたいになったら、いないって言われたの。怖くない？そう、え、うわ、私2階に住んでんの。わかんないじゃん、よじ登ってるかもしれないよ。え、それはあのリアル系に怖いね。それは待って、あの結構危ない系ね。それはまたあの怖いよりね、あの刺されるとかそっち系の意味で危ないかも。なんだけど、で超ビビって怖いと思って、そう。でその後なんか、でその子はなんかなんかもう、え、今待って今横にいるよみたいになって、え、みたいになるじゃん、こっちからさ。そしたら、あ、今ラーナの方向いてるってなって、え、マジでみたいになるじゃん。したらして、なんか、え、今家に誰かいるみたいになって、私が、え、いるよみたいな、え、リビングでこれ行った方がいいやつって言われて、リビング行こうとしたら、なんか、ね、え、嘘だよって言われて、なんだよってなるじゃん。本当に、ってなるじゃん。いや、半分本当で、多分半分嘘。なんだそれ、時間返す。え、ね、わかるわかる。なんか、全部嘘か全部本当ならまだはっきりするじゃん。ね、本当に半分嘘なの。怖くない？いやだね、怖い。てかさ、霊感がある方ってさ、なんか普通に言うじゃん。なんか、え、あ、いるねみたいな。なんか、日常みたいな感じで言うじゃん。それがめっちゃ怖いんよね。いや、私多分ね、霊感あってもね、あ、いたらね、あ、やばい、今いる、いる、いる。みんな、今いるよ。いや、なんか、やばいよ。一人、霊感強い子が。え、マジで？やばい、なんか普通になんかホテルとかでなんかやばそうなホテルとかあったらなんか見てもらう、なんか、え、あ、ここは大丈夫みたいですみたいな感じ でいるとき、あ、なんかいましたみたいな、なんか上半身なかったけどなんかいましたね女の人みたいな感じで普通に言うから、えー、みたいな、怖いみたいな、やば、超怖いね、すごい。メルちゃん今から一緒に人狼やろうって言われてるよ。なんで誰、友達？誰か、何でしょ、友達みたいな、友達みたいなテンションのコメント初めて来た。あのね、皆さん、メル様だからね、あんたたちね、あんたたち、私にはね、来年今から人狼しろとか言っていいけどね、メル様だよ、お前ら。大丈夫、みんな友達みたいな感じだから。いや、怖いから絶対、天神コアの裏とかに呼び出されてしばかれるよ、本当に。何それ、どんな、天神コアにどんな印象、てか天神コアなくなったから。え、そうなの？そうだよ、天神コア潰れたんだよ、3月で。え、じゃあどうなっちゃうの、あそこ。なんか新しくビッグバンっていうのができるらしい。ビッグバン？なんかちょっと私わかんないんだけど。え？なんかちょっとなんかちょっとあんまり、ちょっと誰か詳しい人います。お、ぶりっ子で喋ってくださいって。え、なんか誰かわかる人いますか？再開発みたいな感じするんですよね。再開発。なんでなんか違和感がない。やめてよ。待って、この頭のさ、キャラクターがさ、ぶりっ子をさ、なんか普通に溶け込ませてくれるっていう。これなんだっけ？プニプニプリンだっけ？シナモンロール。シナモンロールだ。シナモンロールっていうらしい。知ってた？え、なんかそっち系ってさ、なんだっけ、なんかさ、リラックマとかあるじゃん。あるあるある。あれってサンリオ？わかんない。え、サンリオってアニメあんの？マイメロとかもアニメあるんじゃない？なんかカロンちゃんみたいな、あ、流行ってんじゃないか、 TikTok。 ほら、みんなやっぱ突っ込んでる、頭の上なんかあるぞって。うん、そう。だからさ、これ撮ったらやばいんだって、本当に。え、それお化けだよ。絶対今、またつまんねえ振りを持ってきやがったな。かわいいかわいい。メル様だから。ん？
ポムポムプリン。カッパの皿かと思った。なになに？カッパの皿って言われたんだけど。ちっちゃいな、皿にしては。確かに。ちょっと遠くに行って、遠く。遠くに行ったら皿っぽい。あ、皿。皿だわ。キュウリいる？腹は減ってるかい？またぶりっこなカッパだな。皆さん、メル様はこんな一面もございます、うん、もうね、私は全部さらけ出してるからね、もはやもうね、ファンの人に新鮮味が何にもないのよ。逆にあるあのアイドルをちゃんとしてる時がびっくりされるっていうね、ステージとかだって。マジ？え、あと10回でいいから見に行ってみたい。あ、1回じゃなくていいけど、100回でもいいけど。100回？ 100 回見に来てくれる？福岡で劇場やってるから来て、うん。そっか。え、コロナ落ち着いたらまたやるよね。うん。ね、え、てか、遊んだ日もその日、劇場の前だったよ。そうだ、そうだ、そうだ。行ったよね、私、その日。ね。懐かしい。てか、うちらってまだ3時間くらいしかまだ会ってないからね、多分。人生の合計で。実際ね。物理的にね。そう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 。でもなんかもう、3年ぐらいの中な感じするよね。めっちゃ久しぶりみたいなね。何してた、うん、何してたみたいな。なんかマジ、久しぶりじゃない。え、わかる。でも、逆に5回くらいもう会ってるのに、まだそんなに距離が縮まらない人もいる。あ、そうなんだ。いるいる。人見知り？あ、いや、わかんない。あ、一番怖いやつだよ、私。なんか、人には仲良くなったように見せて、仲良くないことは連絡を取らなくなる。何、怖いんだけど、やめて。なんかそれじゃあ私なんかあの連絡来なくなったらメルちゃんはいける、大丈夫。やった、すごい女子じゃん、すごいね。私結構ないんだけど、そういうのがなんか誰とでもいけちゃうね。お、2人で合体してみて。あ、やろう。メガネで。あ、メガネ、いいのか。下の縁だけださ、メガネ、下の縁だけだ。下の縁だけ。なんか、お、お、なんか中学生の女の子みたい。あ、こうやってすれば、あ、なんかすごくない？いけた！すごくない？待って、今、実入れたでしょ。今、実入れたでしょ。ちょっと待って、もう一回やろう。待って、ディスんないで。オッケーオッケー、ちょっと待って。ねえ、ディスんないでって。いくよ。うん、はい。なんかショウコとかの名前さ、ショウコさん。ねえ、ヨウコとかショウコさんとか、そういうなんかちょっと和風な名前そうだ。違うもん、だってメルちゃんのせいだもん。かわいい。いやこうするな、こう。髪の毛がこう、そんな髪短かったっけ。いや、エクステいつもつけてる。そうだね、だからか、うん、新鮮、かわいいね、それも。結構おばあちゃんなんです、実は私。翔子。翔子。翔子さん。違和感なかった、ね、違和感ないらしい。今までの合体の中で一番違和感なかった、私は。すごかったよ。いや本当に違和感、なんか地味だけどスムーズにいくやつね。え、でも結構いいパーツじゃなかった？うん、でも全然違ったね、やっぱ。まあどちらも基本かなり美じゃん。あげ、嬉しいです。あげあげ、やばい、質問めっちゃ放置してた。 OK、 褒め合う会をしよう。オッケー、お互いの好きなところ、じゃあラナちゃんからお願いします。私はやっぱメルちゃんはやっぱあの正義感強いし、みんなを引っ張っていける存在だし、まあ、実際私はそんなにあの引っ張られたこともないんですけど、でもやっぱりなんか見てる上ではやっぱりみんなのね憧れっていうか、やっぱね
あのね、あとあのご飯をちゃんと一緒に食べようってなった時に何を食べるか優柔不断だったんだけど、やっぱメルちゃんが決めてくれたから星のコーヒー食べた。食べたね。星のコーヒー行ったよね。懐かしい、うんね、あそこで2時間ぐらい喋ったくない。ほぼめっちゃ喋ったよね。私のコーヒー、しかもなんかさ、哺乳食みたいなやつ飲んでなかった？離乳食ミルクセーキね。あ、すいません。なんかさ、哺乳瓶頼み出してさ。ミルクセーキってないの？海外、オーストラリアとかないの？いや、あのあれだよ、星のコーヒーがないんだよ。あら、うちのお茶どこ行く？ミルクステーキってほら、喫茶店みたいなさ、であるじゃん。え、何それ？ないの？てか、なんかすごいね。なんか改めて、なんか国が違うって、なんかこうビビるわ。こっちローソンないから。何今の笑い事？ん？え、こっちローソンもファミリーマートも何も、何もないのコンビニエンスストア。え、セブンもないの？セブンあるけど、なんかまた全く違う中身が、ハンバーガーとかしか売ってない。すごい。バナナとか売ってる？バナナ売ってるね。海外のイメージ、バナナ売ってる。私さ、あのさ、オーストラリア行った時にさ、あの星の砂、星の砂だっけ、サラサラした砂あるね、あるね。うん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 、行った。めっちゃちっちゃい頃行ったよ。かあのコーラ抱っこした。え、星の砂ってあれじゃなくて、あの砂をさ瓶に閉じ込めるやつ？え、違う違う、なんかさ砂浜があるじゃん、白い真っ白の砂浜ない？どこだろう、オーストラリアのどこ？ちょっとわかんないけど、ちょっとわかんないけど、ね、なんでさ、なんでさ、めっちゃ静かにさ声でさ、それはわかんないけど。でもすっごいサラサラしてる。あ、すっごいサラサラしてんの？すっごいサラサラしてるとこはね、正直言うけどどこにでもある。んじゃあそれだ。どこにでもある砂浜の話してるかもしれんけど、やっぱなんか似てるね、メガネ。それドイリー？ドイリーじゃない。ビヨーンってやって。ほんとだ、うちドイリーだよこれ。やってビヨーンって。いくよ、うん、あ、あららら、あららら、あ、いいじゃない、なんかすごい。おお、こなんかあのハリーポッターにすごい。ドイリです。目悪いの？悪い。そうなの？ね、眉毛整えてる、ね、めっちゃ綺麗やね。頑張ってる。うん、綺麗嫌い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 。お、これ結構参考になるんじゃない？いや、それが私もスナイデルなんだよね。なになになに？私ね、いつもスナイデルしか着てないのよ、ほぼ。何スナイデルって？これもちなみにスナイデル。どれ、見せ見せて。この T シャツ。え、かわいいそれ。どこに売ってんの、スナイデルって？福岡だったら、あのパルコと、博多だったら博多駅とか、まあ、日本、え、絶対あるよ。え、オーストラリアないのかな？アメリカとかにはある、確か。かわいいそれ。とかいろんなとこ、海外も。スナイデルはもう大好きなんです。マジ？どこ買ったらも逆に。あれ、でも自分のさ、あるじゃん。私、そう。うん、いや、あのね、買ってるとこはあるんだけど、やっぱそれ紹介しちゃうと、やっぱ自分のね、ブランドをね、やっぱりね。そうだよね。うん。え、でもマジで可愛い。私はもう自分のブランドしか押さないので。うん。え、マジで可愛い。意地悪な。ストーリー。え、本当に？めっちゃ可愛いなと思う。うん。え、嬉しいんだけど。めっちゃ可愛い。嬉しいんだけど。
皆さん、メルちゃんをメル様とお呼びしましょう。なんだよ。やりにくいわ、めちゃめちゃ。メル様って。うそ。慣れなすぎて。あ、これ。私はプリンセス。好きなプリンセスは誰ですか？誰それ、アリエル？うん、適当。なやねん。だ、なんかプリンセスの真似かと思った一瞬。うん、できる。え、誰だろう。誰が好きなの？誰だろう、誰が好きかな。ディズニー行くとか、ディズニー好き？うん。今度行こうね。日本に帰ってきてくるの落ち着いた。行こう。行こう。私、ディズニーの。あれが好きかも。ティンカーベル。あー、ティンカーベルかわいいよね。あれはプリンセス。プリンセスか。プリンセスってね。ちょっとわからんけど。てかさ、唯一さ、物語の中でプリンセスにないの、ピーターパンぐらいじゃない？ウェンディがいるよ。ウェンディってプリンセス？あれプリンセスじゃないのかな？あれプリンセスじゃないよ。嘘？あれ人間の小娘で。いいか。何でした？え、メル様が画面から消えましたけど。ディズニーの登場人物たちのことを人間の小娘って言った人初めてだよ。マジ思うの？どこのババアだよなって。いや違うよ、結構クソガキで可愛いよね。あ、どっちが？本当にクソガキで可愛いよ。うん、あなたよ。私の方が年上だもんね。小娘笑。え、どっちが途中？ちょっと待って待って。ピーターパンはプリンセスですかって来てるよ。プリンス、あ、ピーターパンプリンスじゃない？あ、プリンス、プリンスですかか、プリンセス、プリンセスなんですかって来てるのかと思って。プリンセス。それはディスってる。それはそこまでさすがにフォロワーは悪質じゃない。じゃあプリンスだよ、プリンス。プリンスなプリンス、プリンスなのかな、少年だよ。あれだよ、妖精の国の王子様だよ、あれは。うん。後でググってあげる。うん、いや、ピーターパンはマジでかっこいい。私大好き。エッジはハールの方が好き。ドゥッドゥルー。何、もう一回言ってごめん。お、ちょうどいい。うちはハウルの方が好きなんだよね。あ、私ハク。ハク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 。ハウルだよ。ハク、いや、ハウルはかっこいいよな。わかる。いや、だってハクなんて未成年だよ、まだ。それを言ったらおしまいじゃん。ハウル何歳なんだ？21とか。ハウル何歳なの？え？何？21ぐらいじゃない？ちょっと調べてあげる。ちょっとこれは気になるからね。うん。ハウル。かわいいな、かわいくないよ、今もう。スピン、ほら。前もスピン、一緒で。なんでそんな治安いいの、肌の。肌だけはね、肌だけはいいのよ。ただ目が腫れてるからね、マジですけど。羨ましいな、それはそれで。でも肌綺麗じゃん。綺麗じゃないよ。どこの肌をどこに目玉つけてるんだい？ハウル何歳？ハウル。あ、わかる。あれ、カリグラシマリエッティもいいよね。あ、いいよね。かわいい。なんだっけ、カリグラシマリエッティってどうなったっけ？テンテレテンテレ、違う。あ、カリグラシマリエッティの曲めっちゃ好きなのよ。ちょっと泣かそう。ただのさ、うちらのさ、テレビ電話をさ、もし配信してるみたいな感じだね。ハルね、結構ジジイ。ハル結構ジジイだよ。嘘な。え、みんな何歳だと思う？ちょっと待って待って待って、調べないでみんな、調べたら面白くないから。みんな何歳だと思う？分かった分かった。ちょっと、言い方無事おもろいな。え、何歳だと思う？当ててみて。
アリエッティの歌。うん、え、私が何歳かって25。23。え、なんでみんなそんな中いい線いくの？私なんか全然18とかなんか永遠の2歳はやばい。ええ、嘘。じゃあ正解言うね。うん。何歳だっけ？さっき見たのに。正解は、ドゥルルルッデン、27歳です。にょー。え、じじじゃね、結構。待って待って。え、27歳ってちょっとやばくないか？10万25歳あり得る。だって一応魔法使いだもんね。18。お、幸せ。あら、メルちゃんが固まった。ハウルの動く城のハウルの話。27ジジイなんだ。いや違うの、27は全然いいんだけど、あのハウルのなんか見た目、まだなんか生まれたてみたいな見た目で27歳はちょっとびっくりしちゃった。切れたんだか、紹介してあげる、召喚してあげる。僕3歳です。なんでか切れましたよ先輩。あれ、メル様いなくなったってみんな悲しんでますけど。うん、おかえりって言ってください。ただいま。おかえり。なんか高音になってさ、携帯が高音になりました。あたかりれよ、携帯が高音になりましたってなった。なるほど。じゃあ次どっちかがバグったらそちらで終了になるので、皆さんに先にご挨拶を。皆様本当に今日は素晴らしい、お時間をいただき本当にありがとうございました。今日はですね、こう皆さんとリモートで会議をするという企画でございましたけども、オンライン授業ということですね。はい、オンライン授業というか、すいません、あの一人ね、ちょっとうるさい方で、すいません、黙ってもらっていいですか？すいません、あの今大事な会議中ですので、あのふざけるのはやめていただいていいですかね。まあオンラインということで何をしてもいいというわけではありません。皆さんね、ほんとお家の中でちゃんと勉強をして、ちゃんとあの、すいません、音がちょっと入ってきています。お疲れ、あ、すいません、眠いですか、大丈夫ですか？はい、すいませんね、ちょっと真面目にやってもらっていいですか？あの、失礼でしょ。出席番号17番のランドさん。はい。すみません、あの、ちゃんとしてもらっていいですか？こっち真剣にやってるの、こうやってもいっぱい黒板に書いて勉強してるのね。すみません。うん。そうやってふざけててもね、あなただけ進まないわよ。ね？何を笑ってるの？ドS。怖い。何を笑ってるの？先生怖いです。先生怖いって、先生は怒りたくて怒ってるわけじゃないの。あなた多分思って言ってるのよ。分かった？思って言ってるのよ。ぽくない？思って言ってるのよ。分かった？本当にもうしっかりしてもらって。黙れパパ。え、じゃそういう時めっちゃね、そういう風に先生に怒られてる時いっぱいあったんだけど、うん、そういう時大体眉毛をさ、うん、ってやって下げるの？あー、確かにちょっと悲しんでとか、ちゃんと真剣に聞いてるんだなと思うの、うん、そうそう、めっちゃ悲しんで先生おらんくなった瞬間バリヤンチやん、ほんとヤンチちゃん、かわいい見てーなってほんと嫌いだった。もうそう、面白いね、下の方だ、何よ。あ、私はあのラーナの姉です。はい、え、すいません、ラーナの姉でやっております。すいません、今日はあのラーナはですね、今オーストラリアにいるんですけども、あの姉の方はあの日本に。ラーナやめなさい、今公共の電波でやってるのよ、あなたやめなさい、ほんとやめなさい、そうやってふざけるのはもうやめて、ほんとお姉ちゃん恥ずかしいわ、ほんとにもうね。何やってんだよ本当に。おもろいこのコント劇、面白いね。うん。うん、まずえって言って。
えって言うな。乗って乗って。ごめんごめん。じゃあ、あの、母やるわ、母。母。すいません、急にお邪魔しまして、あのラーナの母やらせていただいております。はい、皆さんいかがお過ごしですか。お母さんいいから早く、お母さんいいから。いや、ラーナにね、水を持ってきたのよ、あんたインスタライブの。いいからもう、ね、いいからってそんな。友達いるから。友達いいじゃない。お母さんもちょっと寂しいな、あんたいつもなかなか日本に帰ってこないんだから。もいい夜ご飯はオムライスね。分かった、うん、ラーナ好きなオムライス作っとくから。お母さんオムライス、しかもオムライスの上にラブラブドッキュンって書いてくれないと宿題しないから。ラブラブドッキュン、え、ラブラブドッキュン初めての注文。うん、お母さんもびっくり、うん、何言ってんの、いつもやってんじゃん。そうだった、ラブラブドッキュンなんかなんとなくさ、うん、ラブラブドッキュンってなんかメイドカフェにありそうじゃない。うん、ありそう。もやもや、きょん、ラブラブだっけ、ご注文ありがとうございます。待って、いつもやってるやつじゃん。絶対やってるやつ、それ。ご注文ありがとうございました。私、こういうの本当得意なのよ。なんか、いろんな人になれる。マジ？うん。こういうのいつも家で一人でやってるからさ。え、じゃあ、ホス、うん、あ、ホストじゃない。あ、なんだっけ。漫画、え、漫画家、ね、メイド喫茶。メイド喫茶。うん、にあるメニューの名前を3個考えよう。いいよ。3個。ジュースも可能。そうね、ご飯も。まあ何があるんだろう。でもあれだよね。メイドさんがさ、落書きする絶対オムライスはあるじゃん。もえもえオムライスでしょ。もえもえオムライスね。なんだろう、メイドが伝えるみたいな、メイドが伝えるラブラブオムライスみたいな。おお、なるほどなるほど。じゃあそれ1個ね。それ1個、それ1個。あと1個、あとなんだろう、愛を込めて特製ココアとかありそうじゃない。なんてミックチュジューチュメルスペシャルジューチュ、ありそう。チューミックチュジューありそう。うん、なんだろう、何があるかな。え、でもネーミングに関してはうちの方が絶対勝つ。うん、ネーミングセンスないの私。そういうあの店員さんの役とか客の役とかできるけど、ネーミングセンスはない。え、じゃあうちネーミングセンス役でいくね。じゃあ、オッケー、はい、じゃあ、あ、ご注文お決まりですか。ご主人様、ご注文お決まりですか。じゃあ僕は、はい、僕はこの、はい、私の心ギュッと詰まったココロちゃんのハンバーグがいいな。あ、はい、私の心ギュッと詰まったココロちゃんのハンバーグですね。あと、ご指名は誰にしますか。あ、ココロちゃんで。で、あと、私の庭で採れたて緑の大草原の、メロンジューチューを一つお願いします。あ、はい、大草原メロンジューチューで。あ、はい。はい、じゃあ、ねえ、センサーありすぎ、めっちゃおもろいやん。いや、わかんない。え、でもね、さっき考えてるのは、なんか、宇宙の果てまで飛んでいってみたいな考えてた。どこに結びつけようかなと。宇宙の始まり、飛んでいけ、なんだろう。私、わかんないよ。飛んでいけ。飛んでいけケーキ。飛んでいけ。飛んでいけパンケーキとかいいね。どう？あ、あり。いけるな。なんだこれ。メロメロメロンのスムージー。笑った。メロメロ。絶対この人言ってる。おお。メロメロメロンじゃない？それはもう。メロメロメロン。何それ？うん。え、メロンジュースだよ。あ、うちらの？うん。あ、待って。メロンジュース。そう、メロンジュース。これだっけ？そうそう、それ正解。え、歌って、サビだけ、サビだけ。どんなに？メロンジュース、ちょっと大人ジュース、恋は線を描くもの。夏はメロンジュース、それは夢。メロンジュース、思いすべて絞って。ちょっとだけ覚えた。いくよ。メロンジュースなんちゃらかんちゃらちゃ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 心を、メロンジュースなんちゃらかんちゃらなんちゃら絞って
どう？うん、まあ、合ってる合ってる。最高。あなたに。なんか、メロンジュース、うん、なんちゃら心。ほら。うん、メロンジュース、うん、ちょ、ま、あね、絶対合ってない。しか言えてないけど、リズムは合ってる。うん。メロンジュース、リズムは合ってる。ちゃんが引きずられてる。多分それ。コロちゃんに引きずられてる。いい加減すぎ。はあ、幸せ。なんかこんな楽しいインスタライブができて。ふなっしー。え？うん、メルが？メル？メル聞こえない。メル聞こえない。メル聞こえない。聞こえない。メル見える？見える？オッケー、見える。うち見える？うん、見える。あじ見える見える。声は聞こえない。声は聞こえない。聞こえない。声は聞こえない。聞こえない、聞こえない。脇毛を隠してダメダメ。何ワイポーズしちゃって、パンツ丸見えて、なんだっけ、パンツ丸見えみたいなやつ、さらんへん、さらんへん。メロンジュース、あ、来た来たって言ってる。なになに、ペペペペペ、なに、口パク、口パク、口パクして、なに、え、なんかこれも面白いな、なんかメルちゃんの声で聞こえない。うー、ワー、I love、 なんちゃらラブ、ラブがなくなった？おうおうおう。待って、これさ、メルちゃん放置したらどうなるんだろう。面白い。これメルちゃんのこと放置したらどうなるんだろう。これメルちゃんのこと放置したらメルちゃん頑張って一人で動くなって。かわいい。メルちゃんがバグってます、皆さん。メルちゃんがやばい、メルちゃんがバグってんだけど。得意の声聞こえんふりや。メルちゃん放置、ついに見えなく。メル、メル戻ってこい。面白すぎん今の。結構めっちゃ面白いっしょ。ああ面白かった。ああ楽しい。ちょっとメルちゃんにあのバグってた写真をスクショしたから、それを送りつけようかな今から。じゃあみんな来てくれてありがとうございました。ということで、私は今からメルちゃんと、メルちゃんに LINE を、 LINE で変な写真を送りつけます。ありがとう。これ、あの、保存するからみんなもう一回見てね。